Thank you.
切れるか。散りたまえ。相手が悪かったな。
みんな行くわよ。
相手が悪かったな。この程度か。デカブツかよ。王都に現れたという巨大人形兵器か。見たところ見くらう蛇の大型人形兵器のようですが、どうやらそれ以上にいわくつきの機体のようですね。うん、ちょっといろいろとあってね。とにかくそこの封印。私の人物だったようですね。早速拠点に戻って解放した方がいいでしょう。うん、ありがとうリースさん。
眠っているみたいだね。パパ、ママ、どうして？レン。ここは、そっか、夢。レン。それにヨシュアにリータまでいるなんてなんだか都合のいい夢ね。ねえ、エステルってばお姉さんなのに甘えん坊なんだから。それにあったかくて夢じゃないみたい。どういうことなの、レン。どうしてエステルがこんな場所にいるの？違う。どうしてレンがこんな変な場所にいるの？レン、落ち着いて聞いて。これにはいろいろと訳があって。近寄れないで。これ以上近寄ったら、レンはエステルを殺すわ。エステル、ちょっと下がってて。
レン、本当に久しぶりだね。実際に顔を合わせるのは。そんなの知らない。ヨシアだってエステルと同じよ。散々レンのこと追いかけ回したりして。やっぱり気づいていたんだね。うん、確かにここ数ヶ月僕たちは君のことを探していた。今はクロスベルにいるけど、結構近くにいるんじゃないかな。そんな近くまで、どうして、なんで追いかけたりするのよ。とにかく一度君と話がしたかったんだ。裏ルートで聞いたけど、君あれから結社にも戻っていないそうじゃないか。そんなの蓮の勝手でしょ。蓮はあなたたちとなんか話したくも顔を見たくもないんだから。なんで放っておいてくれないの。それはごめん蓮。私あれからずっと蓮のことが気になってて、ヨシアに調べてもらっていろいろな場所を探し回って、でもこうして会えて本当によかった。そんなの分かったわ。エステルってばうまいこと言ってレンを捕まえるつもりでしょ。言っておくけど、レンは結社のことなんてヨシア程度にしか知らないわ。知っていたとしても教えるつもりなんてないし。残念だったわね。ちょっと待ってよ。なんだか知らないけど見たような顔がゾロゾロいるわね。さすがにレンもこの人数を一人で相手にするのは難しいけど、確実に何人かは殺してあげるから、その気ならかかってくるといいわ。おいおい、シェラ先輩、どうしましょう。まいったわね、こりゃ。なるほど、あなたの正体が分かりました。結社の執行者ナンバー15セ。そうだけど、お姉さんは初めて見る顔ね。教会の騎士さんかしら。ええ、聖杯の重騎士リース・アルジェントと言います。事情は存じませんが、わがままは対岸にしたらどうですか。わがまま。聞けばあなたは類いまれなる処理能力を持つとか、その才をもって結社に見出され、あらゆる技術を習得したそうですね。ならばこれがあなたを捕らえる罠ではないことくらい本当はすでに分かっているはず。なのにダダをこねるというのはわがままとしか言いようがないでしょう。はっきり言うな。面白いわお姉さん。いくら聖杯騎士とはいえ、重騎士ごときが蓮に向かってそんな。よっぽど殲滅されたいみたいね。そちらこそ、どんな事情があるかは知りませんが、蛇と馴れ合うつもりはありません。そちらがその気ならいつでもお相手しましょう。リーさん宝剣使いさんね。前に何人か戦ったけど、確かにそこそこ手強かったわ。もっともパターンが読めたらレンの敵じゃなかったけど、最後にはみんなみっともなく泣きわめきながらレンに命乞いをしていたわ。お姉さんはどんな
ごたくは結構です。早くかかってきたらどうですか。二人ともいい加減にしてください。ティータ、おい、こら、けどそんなの決まってるじゃない。レンのことが好きだからよ。ねえレン、ここは一時休戦にしない？休戦？そう、今私たちかなり困った状況にいるのよ。そして何の偶然かレンも同じ状況にいる。それを打開するためにいろいろな事情は一旦置いておいて協力し合えないかってこと。確かに我々が置かれている状況は未だ不明瞭な部分が多い。君ほどの頭脳の持ち主がいれば新たなことがわかるかもしれない。その意味でも協力してくれると非常に助かるな。そうそう、大佐いいこと言うじゃない。だから大佐じゃないんだな。まあいい。さらに言えば君だって一人で行動するよりは我々を利用した方が効率がいいはずだ。情報を収集するにしても当面の安全を確保するにしてもね。確かにどう考えても普通の状況じゃないし、レンがいたら助かるっていうのも当たり前といえば当たり前よね。ティータに免じてこの場はおとなしくしてあげるわ。まずは話を聞かせてちょうだい。レン、ありがとう。言っておくけど
まずは話を聞くだけよ。それ次第でレンが協力するか決めさせてもらうんだから。なるほどね、ホーユスファンタズマか。よく言ったものね。え、もしかして何か分かったのかい？分かったっていうほど確信はないんだけど、でも大佐さんの話を聞いて一つ見えてきたことがあるわ。私の？ええ、確かにレンもあの白い光に包まれたんだけど、大佐さんはその時着ていたのはその黒い軍服じゃなかったのよね。だから大佐じゃ、まあいいか。ああ、その時に着ていたのは普通のシャツにスラックスだった。それじゃあ聞くけど、大佐さん、その軍服にすごく思い入れがあるんじゃない？当然だろうな。そしてこの世界に呼ばれた時、大佐さんはその服をまとって現れた。それは一体何を意味しているのかしら。未練が現実のものとして実体化した、すなわちこの影の国は人の想念によって変容しうる。そうきたか。どういうこと？もうちょっと分かりやすく。簡単なことよ。エステルたちも前にゴスペルによる夢をルシオラに見せられたでしょ。あ、その人が望む夢の世界。もちろんこの世界は決して夢なんかじゃないわ。人の望みに反応し、それを実体化させる。もしくは知っている場所を本物と同じように再構築する。そうしたプロセスはとっても似ていると言えるわ。なるほどな。確かにその説明だと石碑とか扉の働きも納得できるかも。しかしこの状況そのものは我々の望んでいるものではありえないと思うんだが。もちろんそうでしょうね。でも連たち以外の誰、あ、私たち以外の誰かがこの世界の在り方を望み、そしてその通りになっている。つまりそういうことですね。やっとたどり着いたみたいね。もともと輪は人の願いを叶えるための司法。それが失われた今、何がそれを可能にしているのか蓮にもわからないけれど、その誰かっていうのはほぼ明らかなんじゃないかしら。影の王。そう。そしてその人は最初から影の国にいたわけじゃない。最初からいたのは女の幽霊さんの方みたいね。幽霊さんはこの場所で影の国を見守ってきたけど、影の王さんがやってきて彼女の力を奪って好き放題し始めた。そうして影の国は影の王さんの望むままに突然なところじゃないかしら。あんたってばよくそこまで考えつくわね。これは参った。まさか現時点の情報でそこまで読み解けるとはね。レン、やっぱり君は天才だよ。もう
このくらいその気になればヨシアにだってわかるはずよ。エスペルと一緒にいて鈍さが映ったんじゃないの。あ、なんですって。それはないと思うけど。やれやれ。でもどうやら影の王さんはレンみたいにゲームが大好きみたい。エステルたちだけだとちょっと頼りなさそうだから、レンが手助けしてあげるわ。特別なんだからね。ああ、はいはい、よろしくね、レンちゃん。そういうわけで、すぐにでも宝石を使って第五星槽の先に行きましょう。レンたちが答えを出したことでゲームの進行は繰り上がったはず。多分影の王さんがすぐに次の敵。自信満々ですね。まあいいでしょう。他に選択肢もありませんし。ですが、これまでと同じく各星槽の最終地点では悪魔の出現が予想されます。万全の準備をしておきましょう。めんどくさい。でも悪魔か。ねえティータ、一緒に見に行ってみない？さすがにそれは危ないんじゃないかな。あんなに堅くなだったのに、ああいうところは子供よね。本当に良かった。なんとか一緒にいる間に今後の話ができるといいんだけど。
相手が悪かったな。選ぶべきは右か左か。何時らの行く末はカードのみぞ知る。扉をくぐりたくば運命司るカードを示せ。ここに記憶のかけらと祝福を与え、誰だあんたは。カモじゃねえのか。カモ、見たところネギはしょってなさそうだけどな。ちょっとみんな、何いきなり絡んでるのよ。ごめんなさい、びっくりしたでしょ。ああ見えて決して悪い人たちじゃないんだけど。あなたお客さんよね。私が案内してあげるからついてきて。でも随分珍しいわ。こんなボロ酒場に、それも真っ昼間から来るなんて。あ、でも誤解しないでね。ここは何も悪い店じゃないんだから。建物はボロボロだし、常連の底もとてもいいとは言えないけど。なんていうのかな、温かみがあって、一品料理とかのお食事メニューもこれがまた結構いい味出してるのよ。気をつけて、その床もうすぐ抜けそうなの。さあ席に着いたわ。で注文はどうする。どうやらお酒を飲みに来たってわけでもなさそうだし。そうね、
すすめは顆粒トムヤムクンなんてどう？ピリリとした辛みと程よい酸味がいい感じのここの人気ナンバーワンメニューなの。そう、それにするのね。飲み物は水でいい？今頃奥のどこかで寝てると思うけど、あなたもしかしてジャックに勝負を挑みに来たの？テーブルについて料理まで注文したから全然気づかなかったけど、そうね、ちょっと聞いてきてあげる。機嫌がいいなら相手をしてくれるかもしれないし。じゃあ少し待っててね。おい、聞いたか？あそこにいるやつ、ジャックに勝負を挑むって話だぜ。ああ、確かにそうみてえだな。また面白いもんが見れるかもしれねえな。どうだか、ジャックが本気になることなんざそうあることじゃねえからな。はい、これが注文の顆粒トムヤムクンよ。熱々のうちに一気に食べきるのが通ってものよ。それでジャックなんだけど、今回はパスしてくれだって。どうもまだ昨日のお酒が抜けないらしくって、起き上がるのも億劫らしいわ。ごめんなさい、わざわざ足を運んでくれたのにね。よし、それじゃあこうしましょうか。私と勝負して勝てたらもう一度お願いしに行ってあげる。私が負けたとなれば、あいつもあなたに興味を持つはずよ。意外、こう見えて私もやるの、ギャンブル。私の名前はハル、伝説のギャンブラー、キングの娘。表世間じゃ知られてないけど結構有名よ。ただし手加減はしない。私に負けたらすぐに帰ってもらう。それでもいいならやりましょう。それはオッケーのサインかしら。じゃあ場所を変えて早速始めましょう。ジャンルはカード。大丈夫よね。それじゃあ早速始めさせてもらうわよ。
わ。私も引かせてもらうわよ。あら、お互いバーストだったのね。次は勝たせてもらう。カードブラフだったら大したものね。ごめん。それじゃ次の勝負といきましょう。結構自信がありそうね。あら、それじゃ次の勝負といきましょう。カード引こ。ブラフだったら大したものね。それじゃ次の勝負といきましょう。まあいいわ、私も引かせてもらうわよ。あら、ば、あれ、てっきりもうちょっと楽しめると思ったんだけど。それじゃ早速始めさせてもらうわよ。カードブラフだったら大したものね。私のま。まあいいわ、私も引かせてもらうわよ。それじゃ次の勝負といきましょう。カードブラフだったら大したものね。カードブラフだったら大したものね。私の負けか。ちょっと。まあいいわ、私も引かせてもらうわよ。あら、ば。まあいいわ、私も引かせてもらうわ。ごめんなさい。どうやらは、さーて、残念だけどこの勝負私の勝ちね。それじゃあ、カードブラフだったら大したものね。私の負けか。カードブラフだったら大したものね。それじゃ次の勝負といきましょう。カードブラフだったら大した。それじゃ次の勝負といきましょう。カード引かなくてブラフだったら大したものね。勝負を途中。さ、まあいいわ、私も引かせてもらうわよ。残念だけどこの勝負私の勝ちね。それじゃあ早速始めさせてもらうわよ。カードブラフだったら大したものね。ごめん。それじゃ次の勝負といきましょう。カード引かなくブラフだったら大したものね。
それじゃ次の勝負といきましょう。結構自信がありそうね。あらそれじゃ次の勝負といきましょう。結構自信がありそうね。あらあれ、てっきりもうちょっと楽しめると思ったんだけど。それじゃ早速始めさせてもらうわよ。カードブラフだったら大したものね。私のまあいいわ、私も引かせてもらうわよ。それじゃ次の勝負といきましょう。その引きで本当に大丈夫なの？まあいいわ、私も引かせてもらうわよ。あらば、それじゃ次の勝負といきましょう。まあいいわ、私も引かせてもあなたまあいいわ、私も引かせてもらうわよ。私のまも引かせてもらうわよ。私のさてとおめで驚いた、なかなかやるわね。いいわ、あなたのことジャックに話をしてきてあげる。なあ、あいつハルちゃんに勝っちまったぜ。みてえだな。こりゃいよいよ面白いもんが見れるかもしれねえぞ。寝たりねえな。あ、見慣れない奴がいるな。もしかしてハルが言ってたのはこいつのことか。頭がズキズキしやがる。ああ、やっちゃった。あっ、俺見ろ、ジャックのやつ、やっぱりあのボロ床を踏み抜きやがった。確かに。だがなんだってか、ギャンブル以外のことに関してはてんで運のねえ野郎だよな。てか、単に鈍いだけか。ああ、今言ったな、てめえ、いつでもやってやるぞ、こら。はいはい、そこまで。喧嘩なら外でやってよね。この酒場がこれ以上ボロになったらどう責任取るの？それとジャック、その床はちゃんと自分で修理しておくのよ。なんで俺が？ギロ。ああ、あったよ、めんどくせえ。ハルちゃんが来てからジャックのやつがおとなしくなって。ああ、まったくだな。待たせてごめんね。やっ。で、俺と勝負したいやつってな、目の前にいるこいつのことだな。そうよ。はあ、パッと見は大したことはなさそうだがな。そうやって油断して足元すくわれないようにしなさいよ。
時の床みたいに。ちっ、自己紹介が遅れたが、ジャックだ。やっぱ何はともあれ、まずは酒だ酒。おい、ハル、ウイスキーだ。もちろんロックでな。ジャック、あなた二日酔いじゃなかったの？ああ、それなら大丈夫。あれ、ハリーアップだ、ハル。ああ、ほんといい加減な人ね。あ？ハルのことが気になるのか？まだまだ色気の命もねえが、なかなか見込みのありそうな娘だろ。それが突然、何を好き好んでが、こんなむさ苦しい場所で働くだなんて言い出しやって。そんなことはどうでもいい。しかしあんたもまったく、どこんな罵声のボロ酒場に一人で乗り込んでくるなんて、なかなかいねえぜ、そういうやつ。話弾んでるみたいね。はい、持ってきたわよ。ああ、ありがとな。で、仕事に戻らなくていいのか？こんな面白いものを前にしてお店なんて手伝っていられないわ。マスターにも伝えてあるから見学させてもらうわよ。はあ、まったくいい加減な店だな。まあ、い、さっさと始めるとするか。よう、あんたが挑む勝負だ。なんで勝負するかはこっちで決めさせてもらうぜ。俺の最も得意とするギャンブル。それじゃ早速始めるとするか。まあ、へへ、あんたのカードに期待してるぜ。
まこうでなくさ、次こそは勝たせてもらうぜ。あんたのカードに期待してるぜ。ちょいとばかし、俺のよし。リズム、なんだよ、そんな逃げ腰だと勝ちが遠のいちまうぜ。別に構えやしねえが、一度までってのがルールだぜ。欲しいリズム、なんだ、そんな逃げ腰だと勝ちが遠のいちまうぜ。いつでも受けてやる。ちょいとばかし、俺どうやら空の女神さんはあんたが好みじゃないだとさ。それじゃさ、お互いせいぜい楽しもうぜ。星2個の勝負か。見ず、俺ならいつでも受けてやる。
あんたのカードに期待してるぜ。ちょいとバカし、よし、ネクストゲームだ。どうだ、思った通りの手札か。やるな。だがいつも勝てると思うなよ。よし、どうだ、思った通りの手札かい。ちょいとばかし、俺の、よし、どうだ、思った通りの手札かい。ちょいとばかし、どうやら空の女神さんはあんたが好みじゃないだとさ。それじゃあ勝利のジャック様が聞いてあきれるってもんだ。なるほど、いい腕してんじゃねえか。言い訳はしねえ、俺の負けだ。おい、マジか、ジャックに勝っちまいやがった。バカ、ジャックが本気じゃねえのは分かってるだろ。ま、それは相手さんも同じことかもしれねえけどな。そう、そうだな。でもとにかくいい勝負だった。早くも注目の的ね。まあこれくらいやれれば見せ物としても十分だってこった。負けたな、悔しいが、俺も久しぶりに純粋にギャンブルを楽しめた気がするぜ。ほんと、見ていて私もポーカーやりたくなったもの。まあなんだ、気が向いたらいつでもここへ来な。その時はまた相手になってやるから。言っとくが、俺の実力は。そんなこと言って、やけどするのはジャック？あなたの方なんじゃないの？いや、ふふ、それはともかく、私もジャックと同じ気持ちよ。いつでもここへ来てね。そして、また勝負しましょう。いいか、必ずぜ。勝ち逃げは許さねえからな。もう帰るのね。それじゃ、また会えるのを楽